こんにちは一人語りのたくやくんだよ、えー、と今日これから話すことはあの僕の記憶違いかもわからないし、えー、間違ってる間違って覚えちゃったことかもわかんない、えー、でもここ長年、えー、と1997年以降ずっとモヤモヤしてる記憶の中でねモヤモヤしててで調べても調べてもこう何も手がかりがないようなお話です でまあ、今週はのテレビにまつわる話ということで、えー、これは、ね、1984年か5年頃ですね、えーっと、確かテレビ朝日の水曜スペシャルだったと記憶してます。あ川口探検隊じゃないですよ、あのー、失踪人公開捜査番組っていうのをやってまして、でそこにこう外人の超能力者が来るんですね、えー、ジム・ワトソンとか行ったかな。 でその人がですねあの、いなくなった女の子を探すっていうのをやってましてで、その名前が、下の名前がね、めぐみって名前だったんですよ。これ横田さんかどうか分かりません、ちょっと記憶ないんですけど、ただ、そのひらがなのめぐみって名前の字の子が、自分の同じクラスにもいまして、まあ、それで顔もやっぱりぬぼっとしたような顔で、髪ももさっとしたような感じだったんで、まあ、それで覚えていたのが一つ。 で、もう一つが、その、いなくなった人の遺留品として縫いぐるみをこう、その超能力者が触るんですけど、この縫いぐるみが私のおばあさんの家にあったのと同じものだったんですよ。これが二つ目。で、三つ目がすごく強烈で、その超能力者は何と言ったかと言ったら、この子は今外国に住んでるって言うんですよ。はぁですよ。当時。 なんて突拍子のねえことを言うんだと。だって、ね、未成年で、まず飛行機乗れないだろうとか子供心に思ったんですよ。何をこの人言ってるんだって思ったので、ものすごく強烈に印象残ったんですね。さて、それから時月は流れ、えー、十数年後の97、8年ですね、あの、横田めぐみさんという方が北朝鮮に拉致されて生存してるらしいという、 話があった時に、あれあれって思ったわけですよ。で、僕は、あの、オカルトとかサイキックとかそういったものは一切信じません。まあ、たまたまもし、その横田さんの話だとしたら、まあ、偶然だったとしか僕は思いませんけど、果たして私のこれ、記憶違いかな、どうかなというのが非常に気になって、もやもやしてます。な、まあ、何でもこう、タイム心の強い性格なもんですから、 ええ、もしこの件について誰かご存知の方がいたらいやいないと思うけどね、ええ、あのコメント欄にください有力情報をくださった方には、ええっとそうだななんかあげられるもんあるかなあーこれあげますでは